僕に説教したの覚えてますか？そんなことないですよ。お前江川さんに何やったんだって言われて緊張しちゃって。あ、それでも普通は挨拶しますよ。今は衝撃の真実ですアスリートアカデミア学長の岡崎薫です。本日のゲストはジャイアンツ時代の大先輩、大エース江川卓先輩です。よろしくお願いします。呼び方はどうしたら岡崎さんでいいですか？カオルでいいです。いや、そんなこと呼べないから、もうやめてるから。はい、岡崎でいいです。現役じゃないから岡崎さんとか言わないでください。いや、岡崎さんになると思いますよ多分。いや、岡崎でいいですよ。いや、だからそれ乗ってきたらそうなるかもしれないけど、一応立てない。乗ってくださいよ最初から。乗ってるけど、はい、乗ってるけど、その呼び方がね、はい、聞いてらっしゃる方がいるから、はい、さんになるかもしれないっていう話。わかりました。はい、どっちでもいいですよね。はい、はい、僕はもう江川さんでいいです。江川さんでもちろん、もちろん。いや、もう本当に、まあ、時々縁があって言ってもいいですよ。いや、いい、その昔は言ってましたけど陰で言ってたでしょ。いや、昔はまあ、もちろんそう、江川さんがもう巨人の選手って、僕ら巨人に入ってない時はもうファンっていうのはさん付けしないじゃないですか。あ、そうですね。さん付けできるっていうのはもう近、ちょっと近くなって先輩後輩になってさん付けができるようになるじゃないですか。なるほど、なるほど。はい、はい、だから いいですよ、それどうすんのかなと思って、ね、いやいや、もうこういう始まりがいいんじゃないですか。江川さん87年にジャイアンツ引退されたじゃないですか。そうです、そうです。でそれからまあ解説をされたりとかキャスターされたりしてましたけど、はい、なかなかこうやってお会いしてお話しすることができなくて、はい、ないですね。曲が違う、 TBS 系じゃなかったでしたっけ、やられた仕事が。 TBS、 はい、ちょっとやらせてもらってました、ね、僕日テレ系のお仕事がちょっと多かったので、はい、そういうなかなか曲違うと、曲が違ったら全くお話しすることって少ないですよね。今ちょっと計算したら、うん、35年前なんですよね、江川さんが引退されたのって。そうですかね。だから35年ぶりぐらいに、うん、お話ができるようになって、はい、僕85年からちゃんと一軍選手になったんですよ。あ、そうですか。ですから85、86、87、3年間しか江川さんとまあ一緒にこう、なんて言います、まあ、それまで2軍ですから、同じチームにいても、うん、1軍として江川さんとまあ過ごせた時間っていうのは実質3年間だけなんですけど、はい、もうすごいいろんな思い出があって、はい、まあ、ジャイアンツっていうチームだけじゃないと思いますけど、はい、まあ、ピッチャーはピッチャーの後輩を可愛がって、野手は野手をこう可愛がるようなところがこうあるじゃないですか。投手会、野手会みたいな。そうですね、まあ、練習時間が違うので、はい、あと場所も違うからそうなりますね大体は、はいはい、それで、はい、遠征に行って、特に大阪遠征の時は多かったんですけど、うん、竹園の旅館の時にナイターが終わると、うんうん、なぜか僕を呼んでくれて部屋に。そんなことないですよ。いや、黒沢さんっていうバッティングピッチャーの人と、うん、黒沢は知ってますよ、はいはい、黒沢さんが、まあ、江川さんがよく、まあ、面倒見てたって言い方どうかわからないけど、はい、黒沢さんと僕、黒沢さんに江川さんに部屋呼んでるからって言って言われて、はい、江川さんの部屋で、はい、ナイターが終わって、負けると悔しくて普通の人は寝れないんだけど、うん、江川さん負けるとすぐ寝れると。逆だったんですね、はい、勝つとなかなか寝れないと。だからずっと勝ってたんで寝れないと。だからずっと飲んでたんです部屋で。あ、そうです。で僕部屋に呼んでもらって、なんで僕が呼ばれたか未だにわからないんですけど、しかも野手なのに、現役中にあんまりシーズン中にお酒飲んだ記憶がないんですよ。いや、ありますよ、ずっと江川さんの部屋で。あ、じゃあ勘違いだね。それ多分僕が呼んだんじゃなくて、黒沢さんがお酒飲みたくてそういうふうに呼び行ったんだと思います。あ、そうなんですか。僕江川さんが呼んでくれたのってずっと嬉しかったね。そういうことなんですか。多分そうだと思います。黒沢さんが呼んでくれたんですか。多分そうだと思います。あ、今分かる衝撃の真実です。もう今ショックだな。なんで江川さんを呼んでくれた。ショックじゃ、一緒飲んだんだらいいじゃないですか。いや、もう本当だってシーズン中にお酒飲んだ記憶がないもん。じゃあお酒飲まない時代何飲んでたんですか。まあ、朝まで4時ぐらいまで。ウーロン茶かなんか飲んだと思いますよ。で僕はその頃試合によく、まあ、使ってもらえた、はい、始めた時期で、うん、基本的に毎試合出てたんですよ、うんうんうん、で、まあ、江川さんが投げた次の日は大概寝不足でこう試合をしてた思い出がずっとあって。おで江川さん多分そっち、岡崎さんの言ってる方が正しいと思いますよ。絶対正しいですよ。僕ね、覚えてないこと全然ここ、これいろんなこの YouTube っていうんですか、これ、はい、これってから僕らがやってるやつね、 YouTube です。 YouTube 始めてから思い出していろいろ言われるんだけど、はい、覚えてないことは一切覚えてないでしょ。全然わかんないの。いや、もうそりゃそうですよ。江川さんにとっては僕らはその他大勢じゃない。そういうんじゃなくて、僕にとっては江川さんはもうスペシャルだから、僕の記憶の方が絶対正しいです。そうですよね、はい、でも飲んでたのはお酒で水割りだと思ってたけど、ウーロン茶かもしれないでしょ。いや、水割りですよ。水割りじゃないですよ。
あ、そうですか。シーズン中はね、ほとんど飲んでないですから。あ、そうなんですか。投げた時はとあの特に切れるし、血管が切れてるから。あ、じゃあ僕だけ飲ませてもらってたと思います。だと思います。はい。いや、ありがとう。だから思い込んでたと思います。僕に説教したの覚えてますか。部屋で？はい。部屋で。キャンプの時です。キャンプの時。僕は3年目の秋季キャンプっていうのが王さんの頃あったじゃないですか。秋の宮崎キャンプあったと思いますよ。え、覚えてないですかそれも。なんとなくです、なんとなく。それで僕3年目で秋季キャンプに、はい、まあ、もちろん1年目3年目ずっと2軍なんですけど、はい、まあ、2軍選手にとっては秋の秋季キャンプに抜擢されるっていうのはすごい次の年の1軍っていう足掛かりになる一つの登竜門であったんですよ、うん、ああ、そうそう、3人選ばれてその中に1人で選ばれたんです。あ、それはすごいですね、はい、で僕らは秋季キャンプってどんだけ抜けるかだから。そうですよ、萌川さんはもう大エースですよ。入ってないじゃん、そう、もう次どうせ休み入るんだからと思ってやってるから。そう、それでね、はい、僕がキャンプ選ばれて宮崎のまだ青島グランドホテルですよ。で2階のエレベーターをなんかトレーナー室かなんかから、うん、僕らの部屋が江川さんなんかピッチャーが7階で野手が6階だと記憶してるんですけど、うん、これ2階のエレベーターポンと押したらエレベーターが1階から上がってきたんですよ、うん、でパンって開いたら江川さんが1人だけ乗ってたんですよ。1人、はい、はい、で僕はそこに乗り込んだんです。ほうほう。それで、はい、まあでも先輩が7階で僕6階を先に押すわけいかないんで。なんでですか、その6階。いや先に降りるわけにいかないじゃん。先7階行って6階降りないんだから6階から行けばいいじゃないですか。いやそうなんですけど、そうなんです。で7階で江川さん降りた後にまた6階に降りたんです。で部屋に帰ったんです、うん、そしたら5分後10分後ぐらいに鈴木康友さんが、うん、僕の安友さんってショートやってる内野手。そうです、僕より2つ先輩なんですけど、安友さんがおられて、はい、僕の部屋にダッシュで来て、はい、お前江川さんに何やったんだって言われて、うん、え、何もやってないです。安友さんが作り話またしたんじゃないですか。いや確かに江川さんと今会いましたって言って、うん、まあ、江川さん怒ってるから部屋に謝りに行ってこいって言われて、うん、で今度非常階段ダッシュで7階上がって江川さんに会ってすいませんでしたって言ったら、うん、要は、うん、僕が挨拶をしてなかったと。エレベーター江川さん乗ってて入ってきたのに先輩江川さんに対してってか先輩に対してちゃんと挨拶ができなかったと、うん、それで江川さんがまあちょっとこうおかむりだと。怒ってはいないと思いますけど、うん、謝れって言われたんですよ。それは安友さんがそういうふうに感じたんで。いやだって安友さんが江川さんに言われたから安友さん、僕は多分怒ってはいないけど、うん、岡崎挨拶しないから挨拶するように言ってくれってぐらいのこと言ったと思います。あ、確かに挨拶しなかったんです僕。そうでしょ。正確にはできなかったんです。あ、江川さんは分からないと思いますけど、はい、同じチームにいても江川さんはもう当時っていうかもう一軍の大エースですよ。まあそうかも、ね、いやそうですよ、トップの選手ですよね。で僕らも二軍の選手で二十歳ぐらいの選手で、うん、バンって江川さんに会った時に、うん、もう今でこそベラベラ喋ってますけど、うん、当時の二十歳の僕、40年前の僕はもう、うん、緊張しちゃって、うん、声が出ないんですよ。あ、それでも普通は挨拶しますよ。いや江川さんはそういう経験がないんですよ多分。いや、そういう人、例えば王さんに会っても江川さん平気だったと思うんですよ当時。いやいや、ちゃんと挨拶します年上は。いやいや、それ挨拶はするんですけど、決まってるんですよ挨拶するって年上の人には。いや、それはまあ挨拶と言葉遣いだけちゃんとしとけば、まあ可愛がってもらえるってずっと教育されまして、うん、挨拶はちゃんとできますけど。だから多分ですね、僕今初めて聞いて、その安友さんに僕が多分、安友さん同じ部屋なのかどうか分からないんですけど、覚えてないんですけど、安友さんがいたのかどうか分からないんですけど、はい、廊下にいたのか、はいはい、ちょっと同じ部屋だったかはちょっと記憶ないんです、まず、はいはい、で多分安友さんに岡崎が挨拶しないから挨拶するに言ってくれぐらいのことは言ったと思います僕は、はい、意識として、はい、ちゃんと巨人軍でそれうるさいから、はい、先輩たちがずっと引き継いできてるからそれは言ったと思いますけど、怒ってはないと思います。性格的に怒らないから。まあそうですね。でも僕は江川さんに唯一怒られた男としてすごくこう思い出に残ってたんです。クローズアップされたんです。それそれもでも終わりです。それも違うんですかね。だからその安友さんが、はい、その聞いた感覚で僕が怒ってるっていうふうに多分びっくりして、はあはあ、めったに僕言わないから。いや、怒られて、怒ってないんだけど安友さんが怒ったっていうふうに伝えてんですよ。ああ怒ってないと思いますよ。安友こっち出てこないと分かんないですけど。ああ、はいはい、怒ってないと思います。安友には多分、あ、まあね、まあ、岡崎がなんか挨拶しなかったから挨拶をちゃんとするように言ってくれっていうのは言ったと思います。ああ、それ絶対言ってる。まあでも分かりました。でも怒ってはない、はい、分かりました。そこはね、分かりました、分かりました。怒ってないです、うん、だって見てないでしょ僕ね。なんかね、話ずっとなんかちょろちょろ入ってくるんだけど、なんかエレベーターの中で怒鳴ったみたいなの言われてるんですよ岡崎さんも。いやいやいや、僕に入ってきてるのはね。
どっからそんな話、2人きりでエレベーターで、あれそんなことしたことも言ってないですよ。そうそうそう、でも僕にはそう伝わってきた。まあ話はそうやって伝わりますよね。だから僕エレベーターなので僕が岡崎を怒鳴ったってことになってて僕は伝わってきてる。でも僕はそんなのないから今ないです。それはないです。だからそれは安友が悪いわけじゃないけど、もうすごい脚色されてんの。いやだけど正確に絶対怒んないもん。だって僕でも怒ってないです。江川さん怒ってないんですけど、僕のこう言いたいことは、もうそれだけ緊張してたっていうことですよ。うん、分かります分かります。それ分かりますよ、ね、分かります。だから挨拶はちゃんとするんですよ。例えば桑田君が入ってきたとするじゃないですか、ピッチャーだからね、はいはい、で桑田君に対して怒鳴ったり怒ったことは一回もないから同じですよ。桑田こういうふうに やってくれよっていうのは言います。あ巨人はこうだからそういうやり方じゃなくてこういうふうにやってくれっていうのは言うし、あの桑田にはあの、まあ、先輩残れっていうわけです。僕らの時はやっぱり一番あの下は一番時間最後まで行くなど残ってなきゃいけないじゃないですか。そうですね。でも僕先輩に言ったんですよ。明日先発なんで早く返してくださいって言ったの。それ怒られたんですよ。言ってんだと、まあ、後輩はずっとお前最後までいいんだよって言われたんですけど、僕は桑田君が入ってた時に桑田先発の時は先帰っていいからなって言ったんですよ。そういう感じ だからそれは多分残ってるんですよ、うん、ということは岡崎さんに対してもあの怒ってはないと思います。その分析からいくと、あ怒ってはないです、ね、怒ってないのに安友に岡崎に言っといてくれよと、うん、あの岡崎全然会ったも挨拶しなかったから絶対に言っといてくれなっていうぐらいのニュアンスですよ、うん、そうですね、それが怒ってるって安友がびっくりして初めて言われたから、はいはい、というふうに伝えたんですよ。あじゃあその時こう伝わってきて僕がエレベーターの中でどうなったことになってるわけ。初めて挨拶しないのが僕だったんですね多分。いやだから僕だけですよ多分挨拶しなかったの。他の人はみんな挨拶できたんですよ。だから、うん、だから僕だけ江川さんのことをすごく崇拝してたってことですよ。まあそれよく言えばそうなんだけど、いやいや遠かったっていうことですよ。挨拶もうだから悪く取れば挨拶する気がなかったんですよ。いやいやいや、それは絶対、それは絶対よく取れば崇拝してた。それは絶対ないです、ね、あのもうそれだけもうあの江川さんに分かってもらえればいいんです。だから僕はそれそういうことがあって江川さんが僕をこう可愛がってくれたのかなと思ってて、すごく嬉しい思い出がずっとあったんですよね。多分あのお部屋にね、あの黒沢君が、はい、江川さん呼んでますよって来てお酒をあの出したのを、うん、ボトルが用意してくれって言って用意して飲んでもらったのなんとなく記憶に今言われたらあるんですよね。ありますよ。で僕は飲んでないんですよ。江川さん飲んでないんです。いっぱい飲んでけよっつって多分話をいろいろしたと思うんですよ、はい、それはそのエレベーター事件の後じゃないですか。そうも全然後です。だから6年目ですからね、はい、それからこう想像するとあの安友君がちょっとびっくりして怒ってるってことになってちょっと騒ぎになって、あの僕は全然怒ってないんだけど、そういう岡崎に言っといてくれよと巨人にそういう風になってるから言っといてくれって言ったのが話が大きくなっちゃってから、あこれちゃんとフォローしてあげなきゃいけないなと。優しいだと思いますよ。じゃないと部屋来ないもん。誰も部屋来てないですもん。誰も来てないです。初めてだからそれがあったから、ああ気にしてんのかもしれないと思って多分そういう。すごい気にしてました、ね、その時ボトル僕が飲んでたボトルじゃないから、あのお酒飲んでもらうすごいいいお酒だったでしょ。そうそうそう、はい、ね、外国のメーカーですよ。そうですよ、うん、ワインとか、はい、すごい。でも僕は飲んでないですよシーズン中は。あ飲んでないですよね本当に。知らないでしょ。だって知ってます。知ってるんですか。知ってるんですよ。僕シーズン中の前、シーズンオフはすごいですよ。すごいですよね江川さん。何してもすごかったですもんね。シーズンオフはもう12時前に帰ったことないから家に。そうなんですか。お酒飲んでましたかその分。だけどシーズン始まって1月30日になったらバッてゴルフのゴルフバッグ全部こう紐締めてゴルフもやらなかったし、お酒ももうパッてやらない。昔はだってゴルフもできなかったですよねキャンプから、はい、そうですそうです。シーズン入ったら、はい、でもずっと毎日ゴルフやって夜はお酒飲んでましたよ。そうですよね。分かりました今ので。分かりました。これでこう正しいことが分かった。分かりました分かりました。江川さんは怒ってないけど僕は挨拶がしなかったのが事実で、うん、注意はしたと思うんです。そうです。なぜ挨拶できなかったかっていうと、はい、江川さんのことをもう崇拝しすぎて遠すぎて、それか神様的なする気がなかったかも。いやいやそれは絶対ないですそんなあるわけがない。どうやって江川さんは、まあ、はい、僕調べたら、あ調べた、あの調べたっていうか僕今まで知らなかったんですけど、はい、福島県の生まれなんですね。そうですよ、そうですよ。ずっと栃木県のもう作新学院っていうのがもうすごくあって、だから勘違いいっぱいあるんですよ最初から。勘違いしてるの。いやだからそ勘違い、まあ、だから僕生まれたのは福島で。あ福島なんですね、はい、父親がこう転勤する人だったんで、はい、4歳まで福島にいて、福島で石投げやってたでしょ天竜川で。それ天竜川って静岡ですから。
静岡の天竜川、天竜川、静岡しか、天竜川静岡しかない静岡の天竜川、静岡の山の中の天竜川なんですよで、あれ静岡なんだ。で中学2年でまた親父が転勤して栃木に行ったの。それで高校に作新に入ったので栃木の出になってるんですよ。もうずっと出生地と出身地は違うんですよ。あれ出身地ってのは出身地栃木と出身地っていうのはあれ高校の所在地なんですか。大体そうですね。デビューしたところをみんな言いますね、出身地。出生地は違う。出生地どこですか。大分です。出身地もうずっと大分です。もう18歳までずっと大分です。そういう人はね間違いなくていいのよ。だずっと大分だから、はい、俺はもうそこ飛んでるからね。もう勘違いされやすいんですよ。静岡、静岡育ちは、だから育ちどこですかって静岡なんですよ。静岡は結構長かったんですか。だから4歳から中学2年までです。でその天竜川でボール、あの石を投げたのはいくつぐらいですか。4歳ちょっと過ぎから。4歳から4歳ですよ。石投げたんですか、うん、まあ実際投げたのは小学校1年で6歳。それも野球をするためのトレーニングの一環として投げてたんですか。まあ親父が最初やれって言ったので父親は野球選手にしようとしてたらしいですね。そうですよね、はい、1人目は野球選手で2人目は医者で3人目が弁護士の予定だったんですよ。江川さん一番上ですか。はい、野球選手、野球選手、医者、弁護士、弁護士。なんかちょっと順番違いますよね、普通親が考える順番として。どうしてですか。いやいや、あの大体野球選手末っ子多いじゃないですか。結構一番下とか、まあ、多い兄弟の時はまあ下から2番目。結構 今聞いて分かった。すごい勘違いするタイプね、いろんなことをね。いや勘違いかな。いや勘違い勘違い。当時はもう野球がもう戦後一番日本を復興させたのは野球だから。いやいや江川さん、僕が言ってるのは、はい、その順番が違うっていうのは、はい、何も医者とか弁護士が優先順位で上って言ってるんじゃなくて、うん、野球選手はみんな末っ子多いんですよ、下の兄弟の。僕ももちろん成功し、原さんもそうだし、中川さんも内山さんも下の方じゃないですか。一番 長男さんは何やってるんですか。長男の成功です。 お姉さんと僕ですから。ああ、はい、じゃあ長男じゃないですか。まあ長男ですけど、まあ、今話したと7人ぐらいいて7番目が自分で、自分が焼き屋ってもう絶対江川さん勝てねえわ。もう落合さんと江川さんは同じ匂いがする。なんか何ですか。もう絶対勝てない。落合さんも言ってました。落合さんも結構下の方ですよ。本当、はい。落合さんも随分巨人に来た時はいろいろ話をして、はい、もう僕はもう理論武装して言っても絶対に押さえつけられました。僕押さえつけないでしょ。僕フリーが好きですから。いや押さえつけたって言われたっていうかもう大体負けましたね、話すると。そうですか、はい、落合さんにはなかなかかなわないですね。いや江川さん絶対勝ちますよ。いや僕はもう戦う意思がないですから。で江川さんがプロ野球選手で3人兄弟ですか、うん、いや3人の予定だったので2人しか生まれなかったんですよ。予定は3人で。親父が言ってました。3人男の子3人で、はい、野球選手、お医者さん、弁護士っていう予定だったと。で2番目は医者になったと思うでしょ、はい、なってないんですよ。弁護士ですか。弁護士もなってないですよ。弟が嫌がったんですよ、親父の言う通り行くのは。あで弟は普通のサラリーマンになったんですけど、うん、あの親父の言うことに従っていくのが嫌なので、僕は言う通り野球選手になったんですよ。素直なんですね。まあ、素直っていうかね、まあ、そっちの方に行っちゃったんですね。でもすごかったんですね。転勤してる間にすごかったんでしょう。だってえいやそのすごかった、自分の素質、はい、素質はそれはすごいに決まってる。素質はすごいに決まってるんじゃないですか。それはそうですよね、ええ、僕ら町内会では振動だったけど、江川さんはもう日本の中の振動だったですもんね。日本の中もレベルがいかないけど、まあ、あの割とこう陸上も良かったから、あの足も速かったですよね。瞬発力も足も速かったし、速かったでしょ。速かった、足全然速かったでしょ。速かったです、むっちゃむちゃ速かったです。松本さん次僕速かったんだからね。はい、知ってます。あのキャンプの時こう最後ダッシュする一歩、はいはい、あれも一番トップだったでしょ。松本さんより速かったんだよ。いや 50m ぐらいだったら勝ったかもしれないけど、27.4 は分からないですよ。まあ加速するとすごい速かったですよね。だからあのキャンプの時にみんな練習してて、最後の一本っつって走るじゃないですか、外野。あの時僕いつもトップにいたでしょ、はい、あれ1本しか真剣に走んないからね、あとは流してるから。まあ流しても普通の人と同じぐらいありましたよ、うん、でもそれぐらいの余力が、まあ、全然抜いてましたよ。最後の1本だけ真剣に走ってた、うん、そうすると見せつけてたらみんな早いぞって見せつけた、うん、ということですよ。正しくは今日正しいの全部ほら欲しいって言ってるから。野球を始めたのは
その、まあ、石を投げ始めたのは 4歳だけど、4歳から野球チームとして入ってこう始めた。これはソフトボールしかなかった。山の中なんで。ソフトボール、その野球はないんです。静岡ですか。静岡 の小学校ってソフトボールしかないので、ソフトボールはサードです。サード長嶋さんに憧れてたから。ああそうですか、ね、サードで4番。だ僕はあのサードやりたかったんですよ。ピッチャーはやりたくなかった。で中学入った時に肩がすごい良かったので、まあ肩良かったんでサードじゃなくてあの外野に回された。肩いいから、はい、もう外野からピュッと届いちゃうから本当に。そしたらある時に先輩がちょっと崩れて、先輩のピッチャーがでもなんか急に投げろって言われたんですよ。ピッチャーやってないのに。そしたら投げたら抑えたんですよ。そこからピッチャーになったんですよ。だから中学の1年の秋か2年ぐらいですね、ピッチャー。その時なんかフォームをこう教えられて良くなったって。あ、大きく投げろっていうのは言われましたけど。それ誰に言われたんですか。あのその時担当の先生ですよ、鈴木先生かな。チームの監督ですか。はいはい、鈴木先生だと思いますね。大きく投げろって言っただけで大きく投げたら速くなったんですか。もともと石投げるの大きく投げないと届かないからね、はい、大きなフォームだったんでしょうね、はい、そのまま大きなフォームで投げろって言われたことはあります。あと教えられたことないですよ。あと教えたの杉下さんにフォーク投げろって無理だったんですよ。挟めなかったっていう。え、指はじゃあそんなに短いんですよ。短いでしょ。本当だ。フォークが1体の挟むと1球しか投げたことないですよ、試合で。で作新学園ですよね。作新学園の成績見たら、はい、江川さんもう勝ちの数字とか僕あんまり興味ないんですけど、はい、6敗してるんですよ。あ、負けてると思いますよ。どこに6敗も6敗す公式戦で6敗でしょ。甲子園の2敗が入ってるんですよね。甲子園は広島に負けたでしょ、はい、調子に負けたでしょ、はい、2敗でしょ、はい、それからね、あと4敗って何ですか。あとはね、国体でね、山口県のとこに負けてます。国体で沖縄国体で、岩国高校だから、はい、岩国に負けてます、1-0 かなんかで。それから負けてるのはね、千葉商業に延長12回に負けてると思う。関東大会かなんかだと思うな。それで4つでしょ。1年生のあれの時に宇都宮商業に負けてる、準決勝か。1年生の秋、これ5回でしょ。あともう1個はどっか負けてるね。あ、2年の夏に小山に負けてる、これで6回ですね。よく覚えてますね、はい、そんな僕は急にパッて振ったこと。いや、これね、せっかくあのお邪魔したんで何回もしつこいようだけどこれ言いますけど、小山に負けたのすごいんですよ、うん、1回目が1回戦ね、ノーヒットノーランですよ。ノーヒットで2試合目が完全試合ですよ、うん、で3試合目がノーヒットノーランの、うん、で4試合目勝ったら甲子園なんですよ。で 4試合目の10回ツーアウトまでノーヒットノーランやってるんですよ。2年生の夏です。2年生の夏の予選、はいはい、それで10回にヒット打たれて、11回にヒット打たれて、スクイズでいけなかったんですよ。だから9回までに1点取ってくれてたら、1点も取れない、1本もヒット打たれずに甲子園出れてた。これすごいですよね。自慢なの、これ。これ言っとかないと。何か言っても、何か言っても漫画みたいだから大丈夫なの。いやいや。漫画でしょ。漫画ですよ。1点じゃないですよ。1本もヒット。ヒット1本も打たれずに甲子園出たピッチャーが出てきたっていう話になってた。惜しかったんですよ。負けちゃったの、これ。江川さん、ほんで3年の春夏甲子園出たじゃないですか、はい、春に初めて甲子園出たじゃないですか、はい、僕甲子園で見てたんですよ、江川さん。甲子園行ったの。はい、僕あの親父も、僕も親父が野球好きで、はい、甲子園には毎年連れて行ってくれてたんですよね。1日だけ、まあ1泊ぐらいで見に。で江川さんの時は、僕の記憶が正しければ多分開幕の第一試合でやってるんですよ。そうです、そうです。あの北陽高校、有田さん北陽高校と、はい、そうです、そうです。で僕あの時現地で見てるんですよ。小学生、もう小学校、そうですね。江川さんに10個違うんですよ。10個違うでしょ。65年までしょ。61年です。え、多分5つか6つ下だから、はい、そうすると、はい、ここは高校生でしょ。小学生か中学1年か。そうですね、小学校か中学1年ぐらいですね。そうそうそう、甲子園、中学に上がる年かな、甲子園で見てて、はい、何がすごかったって、まあ大分のとこまで江川さんって江川っていうピッチャーがすごいっていう情報が入ってきてるじゃないですか。それ見に行って、うん、北陽高校が、見る前だもんね。そう、で北陽高校はその出場チーム中で最高打率のチームだったんですよ。そうです、そうです、そうですよね。優勝校だったんですよ。そうです、はい、そこで有田さんもすごいピッチャーで、エースで4番ぐらいのピッチャー。そう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 、何がすごかったって、試合前の江川さんの遠投がすごくて、三塁のあの時一塁側のベンチですよ、作新は、うんうん、で一塁側のベンチのとこからあのキャッチャーの人をずっと下がらして、キャッチャーの人がバックスクリーンのとこまで最終的に来たんだけど、うん、江川さんはフーって投げたらピューって行くんですよ。
でキャッチャーのそのキャッチャー相手の人は助走つけてバーンって投げてもう最後ゴロで江川さんのとこ行くような遠投がすごくて、キャッチャーはあんまり肩良くないんじゃないですか。そう、それ12番のキャッチャーだったです。あのエースキャッチャーは小倉さんっていう人でしょ。僕名前も覚えてますキャッチャーの人、早稲田に行った、はい、僕ちゃんと覚えてますよ。すごいですね、はい、そのキャッチボール遠投がすげえと思うのが覚えてて、あとはもうあの時19三振21三振でしたっけ。19だったと思いますね。19ですよね、はい、多分。もう理論上ボールは地球上では伸びないって言われてるのに本当に伸びてるように見えて、でそれも僕プロに入って江川さんと話ができるようになった時に、江川さんの中で一番ボール速かったのいつですかって聞いたら、その時だって江川さん高校2年か選抜の時だっていうふうに、多分その話作ったんですよ僕はね。本当はいつですか一番速い。いやいや、だからプロの時も20勝の時も速かったんですから、そのコントロールが高校の時は速いだけでコントロールはそんなないから。相手はでも高校生ですもん ね相手は高校生ですもん。そうですよね、うん、いやでも高校生ですもんって僕も高校生ですよまあそうですよね、僕はプロじゃない相手も高校生、江川さんも高校生だ。いやでも高校生じゃなかったですもん、プロの選手がもう本当小学生とやってるぐらいのレベルの違いがあったような。だからボールがあの絶対に落ちるって言ってみんな言うんですけど、落ちないボールもあるんですよ。回転を多くすれば浮くんだから絶対に。いや浮いてましたね、ピンポンと一緒でこう浮くんですって。みんな浮かないって言って浮くんですよ本当は。いや今江川さんあの時でもスピードガン的に145とかそんなスピードガン表示だったじゃないですか、はい、当時、はい、今160とか165とか出るじゃないですか、はい、あれは今のスピード表示だったら江川さん170ぐらい絶対出てますよね。まあ多分そういうことですね。いや、ここ笑いって入れてるから、いや入んないのか。いやいや絶対出てると思う。だから未だにみんな言いますもん、一番早かったの誰って江川さんって。でも残念ながら僕はあの幸せなことに同じチームにいたんで、はいはい、江川さんとそのなんて言いますかね、対戦っていうか、紅白戦って、いや紅白戦は江川さんカーブ投げるからって教えてくれて、カーブお願いします、まっすぐ打てねえからってカーブ投げてくれて、ポンって打ったら足元打ったら江川さんこう取らないでくれて、ああセンター前ヒットだっていうの、もう唯一覚えて、本当にですよ本当に。お前何がいいんだって、まっすぐ打てねえからカーブお願いしますって言って初球。そうでした、はい、そんなことやってたんだ。やってました、もうそれぐらい余裕が僕その一軍と当落戦場の中で、岡崎さんと私は仲が悪いけどみたいになってるけど仲いいんじゃんね仲がいいとかは伝わってきてるよ、仲悪いって周りが。ちょっと待ってください江川さん、仲がいいとか喧嘩するっていうのは対等な人間の話ですよ。いやいや、もうこの違うのに仲がいいとか悪いとか、うん、そのそういうのあるわけないじゃないですか。それは僕が言ってんじゃなくてね、世の中がそう伝わってきてるの、世の中そう伝わってきてるんですよ。世の中ってそんなもんですよ。いやそうなんですよ、だから原さんとすごい仲いいって伝わってきてますよ。原さん、原さんとものすごく仲良くて、YouTube 出演の原さんがもうバンバンしてるっていう。そうそう、だから僕は原さんと江川さんにどうしても YouTube 出てもらいたくて、うん、もう江川さんずっと連絡取ってました1年間。僕だって1年ぶり、僕のところ連絡来たの今日だもん。んですか、うん、全然もうお任せしてるから全然僕分かんないですよ。もうね電話番号分かんなくて、昔の僕があったんですよ江川さんの携帯電話の。あ、電話変えたんだね。でもやっぱか、いやもう変わってますよ30年ぐらい経ってるから。変えたのよ、はい、うん、だからもう江川さんないねえなと思って。いや真面目に生活してる方と会うじゃないですかちゃんと。いや真面目に生活してますよ僕も。だからちょっと会えるようになるの。そしたら仲が悪いって何ですか。仲がいいって僕でこう伝わってきてるのよ。なんでこっち周りなのか分かんないけど、まあ椅子がこうなってるから多分こういう近すぎるからちょっと時間かかってますよっていう今表現でこうトークやって。いや仲が悪いとするならば一方的に江川さんが僕のことが嫌いだっていうだけの話です。全然僕はだって江川さんに対して何もないですもん。だから僕が一方的にその嫌いなんじゃなくて、挨拶しない岡崎が嫌だなと思ったことはありますよ。だから挨拶は江川さん本当経験ないですか。何が、あまりにもなんて遠いっていうか緊張しすぎて声が出なく、はい、挨拶しなきゃと思うんだけど、で出なくなるというふうな極度な緊張状態っていう。僕でも人生の中でその時だけです、うん、あとは緊張あんまりしないです。いやなんかないですか江川さん経験。証拠がないからね。証拠がないんだもん。だって証拠なんか、だってもう35年も経ってるんだから出したらいいじゃん証拠。いやいいじゃん、ね、出しようがないじゃないですか。だってだからそういう流れで巨人の選手がそうやって岡崎はもう挨拶しなかったらしいぞってこう伝わってきて、
なってるでしょ。だから今の例えば今の今年ジャイアンツに入ったルーキーが坂本勇人、はい、まあ、今ジャイアンツトップ行った坂本勇人かもしれない、坂本勇人がと一緒になっても多分挨拶できると思います。おでもあの昭和の頃ってもっとスターだ、スーパースターだったんですよ、野球選手が。差がこう広く、なんていうの、今日なんか言い訳するような1回目になってるんですよ、これね。そうそれでいいんですね。言い訳じゃなくて本当のことを僕も言ってる。だから伝わってるのと違いますよっていうことですよね。いやだから江川さんはそう緊張して喋れなかった。江川さんはその緊張して喋れなくなったような経験はありますかって質問してます。僕、はい、緊張してありますね。あるでしょ、はい、あるじゃないですか。でご挨拶しましたよ、でも緊張したけどご挨拶しました。いや緊張、言葉も出ないぐらいの緊張した経験がありますかって聞いてるんです、うん、ないでしょ。だって吉永小百合さんにお会いした時にありますよ、だけどご挨拶しました。いや僕吉永小百合さんだったら挨拶できますよちゃんと。それはだってほら思いが違うから、僕にとってはもうスターだから。僕にとっては違うだけでしょ。いや吉永小百合さん僕にとってもスターです。そうでしょ。だからそれ同じ状況はどういうのかって言ったらそういうことですよね。そういうのがありましたってで僕はちゃんとやりましたから。いや、よかったじゃないですか、それで解決したから。よかった、江川さん分かってもらってよかった。だから安友さんに怒ってないっていうことも分かってよかったですよ、江川さんが僕の、ね、その僕が緊張して挨拶できなかったっていうことを分かってもらってよかったです。分かります、分かった。それ知ってますよ、知ってますけど、知ってるけど安友さんに岡崎挨拶しなかったからじゃあすぐに言ってくれって言ったのも多分事実ですよ。まあそれは先輩としてはそうですね。それはそうですよ。だってもしそういうことがあったらちゃんと。そうです。だからあいつのために岡崎さんがレギュラーになって85年からレギュラーになってるんだから、後輩に入ってきた時にやっぱ同じこと言いますよ、ちゃんと挨拶しろよって。僕なんかみんな後輩挨拶してきましたよ。そうでしょ、遠くないから近いから。いや関係ない、遠く近くは関係ないですよ、状態は近くにいるんだからもう近いんだからね僕も大概理屈っぽいとかその、うん、理屈ではって言われるけど、うん、絶対江川さん勝てないです。まだやってないんだから、今始めたばっかで分かんないじゃないですか。これであと 3,4 回こう収録して、はい、まいったっていうのがあるかもしれませんけど。藤田翔造さん誰ですか。お、なんで知ってんのそれ。いやもうちゃんと調べてますよ、僕この回のために。いやいやもうずっと藤田翔造さんってっていう方が放送入ろうと思ったんでしょ。そうなんですよ、だから知ってるんでしょ。そうなんですよ、うん、なんで知ってるかってすぐあそれだなと思って放送入ろうと思ったんですよ、ね、僕も放送 入ろうと思って入りましたから。そうですよね、僕作新学院に勝ちましたよ甲子園で。僕も3年の春と夏甲子園出てるんですけども、春の選抜に出た時、初めて甲子園に出た時に、はい、1回戦が作新学院だった。僕じゃないからね。いやでも作新学院イコール江川さん、法政大学イコール江川さん、ジャイアンツイコール江川さんですよ。あ本当、はい、僕がやった負けたわけじゃないからちょっと違う、それは違う、ね、学校がたまたまその人で勝った。僕江川さんに勝ったとか一言も言ってないじゃないですか、作新学院に勝ったって言ってイメージがそうだったから、なんか勝ちましたよみたいな。いやいやいや、お互いその優位なこと言うのかなって。いやいやいや、そんなことないですけど、はい、作新学院とやって勝って、うん、その思い出が今ちょっとふと思い出して、ちょっと思って、ちょっとそれで巻き返せる感じがあったんですよね藤田翔造さん、すごいね、なんで知ってんだろう。いやに影響を受けたって、はい、江川さんが。もちろん。だからどういうふうなところの影響、野球観っていうか野球においての影響を受けた。いろいろこうあったんですけど、法政に入らせていただいたじゃないですか、はい、その時にもう受験ですっごい体重増えてたんですよ。体重が増えてた、うん、はい、受験してたから一生懸命。あ、トレーニングしてないから。トレーニングする時間ないの、勉強だけだから、はいはいはい、ご飯は食べるんですよ、はい、勉強しててもご飯は食べるの。そりゃそうですよ、ご飯食べないと勉強で運動はする時間ないから、はい、もうすごい体重が十何キロ太ったんですよ。それで投げたらもう全然ボールがいかなかったの、うん、それでその、藤田翔造さんっていうのは近鉄の初代監督なんですけど、法政の OB の一番古い OB の方だったんですよ、はいはいはい、でキャッチャーですよもともと。それで見た時に、あ、フォームが崩れてるから、あ、自分が直したいっていうふうに言っていただいたので、ぜひお願いしますっていうことで、私がお願いをして、ずっと教えていただいた、直す。でフォームが直った、 春でずっとで走り込んでフォームを直して、で秋に優勝したんですよ。1年ですか。1年の秋。1年の秋、はい、な戻ったんです。6ヶ月で体もフォームも、うん、そのどこ大恩人です。でその翔造さんがすごい野球の詳しい方だったんで、キャッチャーなんですけど、
まあ、キャッチャーのことともちろんピッチャーピッチングのことと、うん、あとバッティングもすごかった、ね、バッティングことを全部教えてくれたんですね。で自分は本を書こうと思ってるが、僕が言ったんじゃないですか、正蔵さんが言ったんですけど、わしが本を書こうと思ってるがお前なら全部理解できるっていうふうに俺は分かったので、うん、あとはお前が自分に肉付けしてみんなに伝えてってくれとおっしゃったんですよ。へえ。それで僕は自分の経験をいろいろくっつけて正蔵さんのもともとの原型に対して僕くっつけて話をいろいろしてるんですよ。いい話しますね。じゃあ江川さんのその野球理論っていうかその元は藤田さんなんですか。そうですそうです、原型はそうです。それに僕が全部いろいろこういうメジャーのあれとかデータとか全部入れて今喋ってるんですよ。へえ。それ喋って35年で、35年ってなんで言わないかって35年って言っちゃったら古い解説だなってみんな思うから、うん、最新のこと喋ってるんだけど古いってみんなイメージがあるから僕年代を言わないようにしてるのに、なんで言ったんですか35年って僕35年って言ってないです。最初に言ったじゃないですか、もう辞めて35年って言いましたよ。いやお会いするのが35年ぶりかなって。そうそうそう、だからそういうことは俺35年やってるってこと。いや35年経って古い感じ出したくないって言ったのに。いや全然全然35年経とうが40年経とうが全然江川さん大丈夫ですか。大丈夫です。メジャー行こうと思ったことないですか。誘われました。いや絶対誘われるでしょ、はい、だ絶対江川さんは当時行ってももうなんて言いますか、もうメジャーでもトップになったと思います。僕アメリカ行ってましたから、ちょっとしばらく短いけど、こんな長くないけど、こんな。なんでアメリカ行ってたんですか。ちょっといろいろトラブルがあって。そうなんですか。ええ、トラブルがアメリカどこですか。ハワイじゃなかったですか。ロサンゼルス。あ、ロスですか。はい、その時に誘われたんですか。はい、誘われるでしょそりゃ。もうそれあったって僕日本でプロ入る前ですよね。そうだ、だからトラブってるから。トラブってる時で、まあこの中でジョン・トラボルタはいいんですけど帰ってきて日本でやろうとしてたから、もう一回、もう一回っつうの、もう一回帰ってから日本でやるということですか。あのトラブったから、はい、もう一度待ってて日本に帰って日本でプロ野球やろうとしてたから。誰ですか。私。あ、分かってますけど、アメリカでやろうと自分で思わなかったんですか。全然ないです。何ですか。当時もそんな、すると古い話だけど 2,3 年前の話なんですけど、はい、本当は35年前。そうですね、もっと前ですね。もっと前か。もっと前ですね。40。いや、もっと前ですね。そうか、はい、日米野球やってたけど、オフにね、はい、アメリカとやってたじゃないですか。やってました。学生野球もやったことあるんですよ、日米野球。はい、やってます、ね、日本代表、はいはい、だけど向こうに行くっていう感覚はなかったですね。日本でやったらメジャーに行くっていう時代じゃなかったな、本当に。あ、まあ確かに。で僕の後に野茂さんが行ったんですよ。そうですよね、はい、で大成功して、あ、日本のピッチャーも大成功、成功するんだってみんな思ったんですけどね。いや江川さん行っても大成功、もう高校の時、高校卒業しても大学行かないでメジャーに行っても多分大成功してると思いますよ。いやいや、もう全然、その高校野球ね、甲子園、春夏、それから、早慶戦、都市対抗野球、早慶戦、日本のプロ野球っていうのを目指しかった、これ全部やりたかったの。経験で大学に行きたかったんですか。そうです。じゃあ高校の時に、今みたいにプロ志望届っていうのがなくて、僕らの時もそうなんですけど、はいはい、まあ、大学に行きますって言っても指名されるケースが結構当時ありましたよね、はいはいはい、あの時例えばジャイアンツに指名されても大学行ってるんですか。はい、はあ、大学でやりたかったの。そうです。早慶戦。早慶戦、中学校の時早慶戦見たんですよ、転勤の時にね。転勤して先説明したでしょ。すごかったらしい。中学こう2年からこう行くと転勤したって話したでしょ、はいはい、ずっとその戻ってくださいね、はい、その時に早慶戦を見たんですよ。うん、中学校の時にうわーこれいいなーっつって。で何がいいんですか、雰囲気がですか。もう雰囲気良かったです。応援合戦ってすごいんですよ。あ、それでそれ見て、あ、ここでやりたいと思って。だけど甲子園も春の甲子園と夏の甲子園違うんですよ。出てましたっけ。春と夏出ました。両方出ましたでしょ。違うでしょ。違います、全然違う、ね、それはもう全然違います。違うんですよ。出てない人はちょっと分かんないよね、はいはい、俺たちはちょっと言うよ。分かります全然違うよ、ね、違います、雰囲気違いますね。違うんですよ。初めて立証する人が出てきたよ。僕がいくら言ったってみんな信じないんですよ、はい、まあ、甲子園は甲子園だけどやっぱ違いますよね。違いますよ、はい、阪神甲子園のプロの球場とも違いますもんね。ああ、違います、違います、違います、全然違います。守りするように現れるじゃないですか。もう全然違います、ね、はい、あ、初めて話し合った本当に、うん、これ話見てほとんど合わないんですよ、これ言っても。何言ってんの。一緒って言うんですか、みんな。みんな阪神甲子園球場じゃんって。
違いますよね。違います。その瞬間だけ春と夏が現れるんだもんね。そうですそうです。そこで我々幻の中でやるんだもんね。そうですそうです。もう全然初めて理解する人が出てきたわ。全然違いますね。本当に春と夏よく出てるんですよね。はい、春と夏出ました。あ、じゃあ間違いない。話作ってないですよね。作ってないです、はい、よかった。初めて話が合うじゃないですか。だからこう戻ってずっと話が合いますよ。仲悪くないっていうの今分かってきた。いや仲悪いわけないじゃん。なんで仲悪くなってきて仲悪くなんで世の中が仲悪くしてんのは僕らのせいじゃないですよ。そうそうそう。だから勝手にそういう噂に噂が、まあ、尾ひれ背びれ胸びれだから早慶戦を見て、はい、大学野球に行きたくな行こうとした。いや早慶です。早慶戦ですから。どっちに行こうとしたんですか。どっちかですよ。どっちでもよかったんですか。まあどっちでもよかったっていうと語弊があるけど、そういうことですね。早慶戦やりたいんだ。でなんで行かなかったんですか。行かなかったっていろいろ説明長くなるんですよ。あ、早稲田、まあ、色々あるでしょうね。早稲田の方から OK いただいてたんですけど、推薦で決まってましたから。あ、 OK いただいてたんですけど、父親が受験勉強しろって急に始まった話ですよ。で俺も早稲田早慶戦できるよと思ってたわけ。そしたら親父がちょっとまあ座れっていうことで、まあ立ってないですよね。座れって普通言いますよね、うん、立ったままって言わないですよねまあ普通座れてますね。大体まあ座れですよね、はい、でも江川さんの前じゃいつも僕立って話聞いてます。そうそう、挨拶しなかったから、はい、しょうがないんだけど、はい、まあ座れっていうことで、お前はなんかその勉強してないから今からあの必死で受験勉強しろと、で慶応受かるようにやりなさいってことに急に変わったんですよ。で お父さんすごい怖いお父さんだったから。怖いお父さん。僕はもうはいって言ったんですよ。いい家は なかったんですよ。いい家はない。そんな怖いお父さんだったんですか。怖いですよ。石投げは投げられたわけじゃないよ、うん、石投げ教えてくれたお父さんですから、うん、恩もあるじゃないですか。まあ親に対してはそれは恩はあるでしょうけど、ね、絶対もう脳はなかったのずっと、うん、だからもう一回逆らったんですよ。転勤するときに中学校2年で転勤だったから、みんなが野球これ3年優勝しようねって言ってた、うん、転勤だったからもう親父に行きたくないって言ったんですよ、うん、もう一年僕だけ残るとあの下宿してね、うん、じゃあもうダメだって言われて、うん、一緒に行くということで言われたので、分かりましたっつって栃木行ったんですよ、うん、で栃木行って大会出たら優勝しちゃったんですよ、中学校大会で、はい、そこから野球になるんですけど、まあ、どこ行っても優勝しますよね。江川さん一人の力で多分優勝すると思います。いやいや、それでね、それであのいろいろまだいろいろあるんですよ。まあいろいろあるじゃん。作新からお誘い受けて作新に行ったんですけど、それで勉強してたんですけど、早稲田から推薦いただいて、ありがとうございますって、よろしくお願いしますって言ってたのに、親父が受験勉強しようって始まったから、へえ、うん、で慶応受験したら厳しいお父さんですね。落ちた、慶応に落ちた。慶応に落ちたんですか。落ちた、いろいろあってね。それいろいろないでしょ、だって受け取るか落ちるしかないでしょ。いやいろいろあるんですよ。いろいろって喋れないの、まだまだ喋れない。70いつ喋るんですか。70になってから。70になってから。70か、じゃあと3年ぐらい。江戸が6回りして72か、今迷ってるところ、うん、江戸って12あるじゃないですか、はい、来年うさぎ年ですよ、はい、これ来年オンエアするの今年。まあまあいいですよ。まあ来年になるでしょうね。虎年の次はウサギって大体決まってるんで、はい、決まってるんですよ。決まってるんです。決まってるんです。虎の次ウサギって決まってるんで。でその江川さんウサギですか。いやいや近いですけど羊です。羊ですか。いや色は似てるけど羊です。色似てる。飛ばない。ウサギって飛べないの。ほとんどのビッグで羊から。羊年ってでもあんまりいないですよね。なんですか。あんまりいないですよね。いないですか。はい、羊年います。まあ12、普通の人12分の1います、ね、それは分かるんですけど。何年ですか。牛です。牛。牛。牛も一緒じゃん。ゆっくり。そうです。ゆっくり歩んでる。ゆっくり歩んでる場合にはお互いにあれですよね、あの世の中のいろんなことが来ますよね。はい、何にもしてないのに勝手に来ますよね。だから俺らはゆっくり歩きたいのに。そう来ますよ風がね。何にもしてないのに、ね、頼んでもないのに来ますよね。何もしてないから。してるんですよ多分。いやしてるでしょ。いやしてんだと思う。頼んでもないのになんかああだこうだ言う人いますよね。いやだからそういうことになるんですよ世の中ってのはね。だから本当にねいい天気で歩いたとしても風が吹いたり来るから皆さん注意してください。本当に年末年始とか年明けこれ分かんない。親が分かんないからね。でも聞いてもないのにあの僕のことどうですか。江戸だから70っていうの区切りがいいじゃないですか、はい、60って還暦だから。60還暦です。で70歳になったか
江戸で考えると72どっちにしようかなっていう、そのぐらいからもうちょっと、そんなことがもう、でもそんな、まあ、江川さんいくらその怪物と言われている人間でも、はい、まあ18歳の少年ですよね当時ね、はいはい、そこでそういういろんなことがあってもうすごいですね。あ、いろいろあるんですよ本当に。だからまあいろいろあったからこうやったの YouTube いろいろ喋れるからよかったなと思って。ハプニングも喋れるじゃないですか。今だからこそ話せるみたいな。だから今話せる。だからこれだとあの YouTube でなんか全部話してないみたいなのがほとんど話してるんですけど、あの自分のことはいくらでも話していくんですけど、人が絡むやつって話しづらいんですよ。まあそれはそうですよね。いろいろ状況変わるんだよね、はい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 、でも大概人が絡んでますよね人生を。まあそうですね、うん、陸のことに言うわけじゃないからね、うんうん、で江川さん早稲田は、まあ、合格をいただいてた。あ、一言言っておきますけど、はい、早稲田がこれで慶応が上とかそういう話じゃないですか、ね、ああ分かってます。これね一回も言ってないからなんかね、早稲田の人から何言ってんだよみたいなのになるから、もう本当に推薦でも大変なんですから。いや分かってます。推薦、早稲田推薦いただいてて、はい、いわゆるもう合格をいただいてて、 で、ね、でもお父様が受験をちゃんとする経験をしろと言われて慶応を受けたと、はい、でまあいろいろあってダメだったと、はい、で戻れないんですか早稲田って。もうそれはダメなんですか。早慶だからやっぱりダメなんだ。こっちお断りするわけじゃないですか、まあ、ちょっと慶応受験することになりましたのでって、多分僕はこっちを切ってお会いしてないんだけどお断りしてると思いますよ。ああそうです、ね、申し訳ないということで、そうですね、すいませんってあのせっかくいただいてたのに。普通はないじゃないですか。普通はないですよ。普通じゃないんだもん。いや普通って絶対ないですよ。早稲田もらっててだから絶対ないのが4試合連続ノーヒットノーランやってても負けるんだから あるんですよ人生に。ハプニングはありえない。ほんとびっくりするから。僕あの佐野さんっていう阪神の佐野さんっていう人佐野さん知ってますか、はい、話変わるのね。俺と一緒で面白い、ね、甲子園で投げてる時に甲子園で江川さんが甲子園で投げたんですよ。あ私絡んでるのね。江川さんが投げたんですよ。ほんでまあ中畑さん、篠塚さん、原さん、ほんで僕が一番もう出たてのペーペーの頃ですよ。ショートでキャッチャー山倉さんですよ。で佐野さんってこうコーンって引っ掛けて三遊間がすごい多い人で、多いです多いです。で原さんがこっち来いこっち来いって言ってこう三遊間守って僕がショート寄ってたら、なんかぐしゃーって詰まってボドボドって江川さんの足元を抜けていってセンター前に抜けていったんですよ。定位置にいれば僕は取れるような位置だったんですよ。でなんかちょっとまあ一塁三塁かなんかピンチになったんですよね、はい、でマウンドに集まりました山倉さん江川さん、うん、みんないてどこがおっとんじゃって山倉さんに言われて、まあ、甲子園のマウンドで江川さん言ってないです。なんだ惜しかったな。僕が言ってたら面白かった。いやどこ守ってんじゃって言われて、いやすいません三遊間寄ってましたっていらんことせんでいいんじゃって言われて、それだから岡崎さんがあの山倉の指示よりも原さんの指示取ったってことですよね。っていうかまあまあそうかもしれない。そうだから江川さんにボーコーンですね蹴られてマウンドで。僕が、はい、本当、はい、やってないと思う。すねにスパイク入って。そうだよ、すげえ野球だ。甲子園でみんな見てんだけどやってない。いやみんな見てますよ。みんな見てました本当に、はい、ほんで次の日阪神の平田さんにお前江川さん蹴られてたな、いいなって言われてました。本当に全然そんな記憶ないの。いやもうそれぐらいカーって立ってやってたじゃないですか当時は。その真実が今日いろいろ出るね、はい、それじゃいろいろ言いたいことあるよね。え言いたいことそっちがこう回ってくる来なくてもこう直接言いたい分かるわそんなことしてたら。いや僕何も言ってるわけじゃないですよ。すね蹴ったポンって江川さんもこうもうだからもうみんなカーッてすね蹴ったんだったら俺あのエレベーターのやつ取り消すわいいわそれいい何言ってなんすか。挨拶しなくていい。いやもう撤回しますそれ。いやもう本当、それぐらいそんなことなってたんだ。もう各界してみんな野球やっててあーすげえなプロ野球だこれと思って。なんかあったんだね。あったんです。その現象のセンター前でどこ守ってんじゃって山倉言ったんだけど、それじゃないことがな多分その前に起きてる。なんかね伏線はないです。あるある絶対ある。じゃないとそんなすね蹴らないもん。いやすね蹴ったっていうかまあ当たったのかな。なんかこうほらほら話変わってたでしょ。こうやってる時に話変えるタイプなんだもん。こうやってる時にポンって当たったのかもしれない。そうでしょ、はい、意識なんかそんなことするわけないじゃないですか、はい、そんなことする人間が岡崎にもう言っといてくれよって挨拶した方がいいからちゃんと言っといてくれってそんな丁寧に言わないじゃないですか。で法制はどうやっとなんで法制だったんですか。その時慶応がダメで法制に結果的に法制に行くじゃないですか。そうですそうです。
で、なんで法政なんですか、そこは。明治の練習論きついと思ったから。あと明治と法政をこう、そうそう、まだ青学があったんですよ。青学、青学、まだ青学そんなに強くなかった。まあそうですね、うん、で法政と明治どっちにしようかなと思って、明治でもきつそうじゃん。明治はちょっときつかったか。僕も明治きつそう で法政がいいなと僕も思って。法政もきつかったから大丈夫大丈夫、両方きついね。で法政に行きました。法政はもう受験パッてしてパッと取ったんですか。もちろんですよ。法政は正しく言うと、あの一部じゃなくて2部の試験を受けたんですけどね、うん、で2年生で2部やると1に添付試験ってなるんですよ、はい、だからちゃんと添付試験ってほとんど受からないんですよ、難しいから。で僕ら出来がいいって言った人だけね、はい、聞いてるでしょ、うん、聞いてます。だからもうそれ入ってもう1部にポッと。でもまあ分かった、江川さんが言ってるの分かった、分かった、江川さん言ってるの分かった。何、もう経営も本当は受かってたんだ。いやいや、それ受かってたんだ。江川さん言えないのは僕は勝手に言ってるだけですから。まだだって今67だもん。いやもう慶応本当受かってたけど、なんかそうぐちゃぐちゃって大人のこういろんなところで暴走になったんだ。もう分かんない、全然理由はあと5年しか分かんない。僕たちは犠牲者ですね。いや犠牲じゃないですよ。いやそれは犠牲者ですよ。タイミングが悪かったと思うけど、まああと5年ぐらいで出るかもしれないから。あと5年か、あと5年待ちますよ。待てますよ待てますよ、はい、ひょっとしたら気が長くなって80の世界しようと思うかもしれないからね。で80になったら90にシューッと動くかもしれないから。分かんないからね、人間なんて感覚変わるから、ね。湯浅ってなんでその目がキラキラしてるんですか。なんですか目が、目がなんかすごいキラキラしてる。なんで決まってるじゃないですか、岡崎さんと話してるから。いやいやいや、普通はこんな乗って話しませんよ。いや湯浅さん目が今日何君だってずっと1週間前から考えたの。岡崎さんと決まったっていう対談っていうのは、これなんていうの、あれお呼んでいただくようになったんですよ。何来るんだろうなと思ってすごい楽しみだったな。どう来るか分かんないじゃん。だってエレベーターでさ、後輩なのに挨拶しない人なんだから分かんないじゃん。どう入ってくるか分かんないからさ、すごい怖いわけよ。いやね、それでさ、全然蹴ってないのにすね蹴られたっていうタイプだからさ、分かんないわけだよ、何来るか。いや、すねを蹴られたわけじゃないかもしれない。そうでしょ、はい、違うんだって。山倉さんに蹴られたのかもしれないですね。うん、それはそうなんだけど、多分山倉さんに蹴られたかもしれない、うん、それ知ってるけど、それ内緒にしてたのよ、山倉傷つくから。いや傷つかないです、蹴ったんじゃない。山倉さんはもう山倉さん傷つかないですよ。山倉さんも本当にもう、山倉さんにもたくさんもうご馳走になりましたから。だから多分山倉は船体にこうやって、山倉さんこうやったんですよ、船体入れて多分やったんだと思うよ。そしたら、はい、あの原さんが岡崎こっちショートにやれって言って多分岡崎がこっち動いたんですよ。そういう伏線があったんだと思うよ。山倉、あ、俺はこっちって言ってるの、なんでこっち来るんだって言って、そのあったんだと思いますよ、分析すると。多分そうですよ、だから正しいですよ。やってんだってな、それは気持ち分かりますよね。それが本当の姿じゃん。ああ、なるほど。だからエレベーターもそうだし、今のすね蹴ったも違うんですよ。だから変えてんじゃない、岡崎が全部そういうの伝えてんじゃないですか。僕は伝えた、言ってないんですよ。違ってる、2個とも違ってるの今ね。いや違ってないですよ、すね蹴った事件と、はい、もうそれとあのエレベーターのあれが違う、もう違ってるじゃん。正しくは夢って、うん、安友さんが入って、でもその山倉が入ってなって言ったのは言ったんです。あ、でも山倉も蹴ったわけじゃなくて、まあこうやって砂かなんかでやったと思いますよ、確か。僕が覚えてるのは、僕あと1個覚えてるの、僕ね、また来んの。うん、一番最初に一軍のベンチに入ったのが、はい、3年目の名古屋球場だったんですよ、うん、ほうほうほう。まあ、昔の中日球場っていうんですかね。その試合で中日になんか歴史的な、多分その時中日が優勝したのかな、うん、あの時勝ってて江川さんが投げてたんですよ。あ、これで、うん、なんか覚えてる、逆転負けしたんですよ、ね、覚えてる、覚えてるでしょ、9回にね。そうです、そうです、うん、それでまあそこすごい大事な天王山みたいな試合で、そうで中日が優勝して負けた試合覚えてますか、うん、覚えてる。それが僕の初めての一軍のベンチの試合なんですよ。じゃあ運持ってこなかったわけね。はい、悪い運を持ってきたんですよ、うん、合わせられるね。はい、ほんで、いいですね、名古屋の都ホテルで、うん、江川さんの部屋はこうちょっと端っこの和室の部屋だったの。その時都ホテルだったの、もう都ホテルです。あの今のキャスじゃないですよ、都ホテルです、うん、その前はライオンズホテルだったの。
僕宮古ホテルです最初行ったの。あ、じゃあ宮古ホテルに移ったんだ。はい、宮古ホテルのこう端っこのエレベーターの端っこの方の、はい、山倉さんが端っことか江川さんの部屋、僕は和室の端っこ、もう一番端っこ、和室の部屋だったんですよ。でそこで山倉さんと江川さんがいて、うん、で僕はもう本当に一軍に上がりだって、上がった日ですから、うん、で氷持ってこいって言われて、うん、なんか多分お酒飲んで、挨拶しなかったんでしょそれ、わかんないです。そのあでもそのオフか、その後か、氷持ってこいって言ったのは山倉ですよ。山倉さんですよ。山倉さん酒飲んでました、焼酎。そうでしょ、僕はだからあの焼酎とかそれ飲まないから。そう、ウーロン茶飲んでました。その時に、うん、部屋に氷持ってこいって山倉さんに言われて、うん、あのフロントの人に氷、こうなんていうんですか、氷を入れるやつに、はい、持って行って、水持って行ったら、はい、その部屋が、うん、江川さんと山倉さんがいたんですけど、うん、なんかこうすごいバリアがあるんですよ。こう入れないバリア、わかります、うん、まあ、エレベーター状態ってやつですね。そう、エレベーター状態、もうなんかすごいこうピリピリした雰囲気があって、あ、感じるんだね。もうこう入れない感じが、何やってんの持ってこいって言われて、うん、はいって言ってこう、そのこう風景を未だに覚えてます。覚えてる、はい、なんかそんなことが40年ぐらい前のあったようなことは何とか記憶してますね。あったですよね、うん、いろんなこと出てきますね。出てきますよ、もう江川さんの思い出はいっぱいありますから。だから山倉との仲良かったんじゃないですか。山倉さんにはよく、本当、いや山倉さんもよく焼酎が好きで、うん、僕あのいつも山倉さんの部屋に氷を持って行って焼酎と水を入れて、スミさんとかと一緒に飲んでるでしょ。よく飲ませていただきました。そうでしょ、だから、はい、江川さんはこうワインとかこう高級な、山倉絡んでるわけよ。そう、山倉さん、なんか本当世の中でみんな思ってるのダイレクトに絡んでるわけじゃないわけ、誰か入ってるとね。いや、江川さんは僕はダイレクトですよ。何がですか。あのだから山倉さんがとに呼ばれて可愛がってもらったその後です。最初江川さんです僕は。山倉さん入ってないです。それはだって黒沢さんという人がいて3人で飲んでたでしょ。でも黒沢さんはあの時は岡崎さんのようにちょっと黒沢君に頼んでウイスキーちょっとあの調達してくれって言って、岡崎さんのようなウイスキーなの。あれ違いますよ。江川さんは黒沢さんにあの香り呼んでこいって言われたって。そう、その前では黒沢さんにそのボトルを頼んだ。岡崎さん来るからボトルを、すっごいいいお酒の、うん、飲んだことないような。覚えてますもん。だから江川さんの記録見て改めてすごいと思ったんですけど、なんまた飛ぶんですよ話が。完投が多すぎる。完投数が、まあ、もちろん勝ち負けもあれ、まあ、9年間ですよ実質ね、はい、でも1年目が、まあ、9勝10敗で1つ負け越して、あと全部勝ち越しで、なんで13勝もしてやめるんですか。今13勝してる人いないですよ。あ、最初が9勝10敗だったからですよ。あの2ヶ月やってないんですよ、いろいろあって。はいはいはい、6月から出てるんですよ僕。そうですね、だから6、7、8、9、4ヶ月しかやってないんですよ1年目。あ、それでも負け越したんで9勝10敗って、もうそれが悔しくて、まあ、もうあの負け越したらもうやめようと思ってたから、2年目でも3年目でも、まあ、当たり前ですけど大学からプロに入ると全体的な相手のレベルも絶対大学よりはちょっと高いわけじゃないですか。2段階上ですね、やっぱ相当。社会人が1個のレベルの感じで、社会人の1個上ですか、うん、あの大学野球社会人でプロって感じ、投げた感じは。あの学生の時に社会人として練習試合するじゃないですか。でその感じだとあのまあ、なかなか大学勝てないんですよ社会人。僕ら時々勝ってましたけどね。まあ勝つでしょうね、うん、でもレベルと投げてる感じは大学社会人プロっていう感じ。やっぱすげえなと思いました。そうね、あの掛布に言ったんだけど、あの三振取りったボールファールするからね、当たるから、当たる、うん、大学の時は三振取ろうと思ったら大体空振するから、うん、それが当たるプロは当ててくる。ああすごいな、三振取れないもんね、だってずっと当たってるうちは三振にならないから。いやでも三振結構取ってますよ。だからそれで取り方を研究したんですよ。でも江川さん当時まっすぐと極端に言ったらカーブ、コシヒカリだけでしょ。そうです、コシヒカリ途中からね。コシヒカリなんですか。あれコシヒカリって、コシヒカリはちょっとスライダーみたいな投げ始めて名前を付けようと思ったわけ、面白いから。スライダーみたいなカーブ。いやスライダーですよ。あ、でもスライダーって言っちゃうと新聞として面白くないから。コシヒカリ新聞記者の人が何かこう名前とかありますかとか言った、コシヒカリってことで、うちの親父が新潟出身だから。あ、新潟なんですか。うちの親父がね、魚沼の辺ですか。魚沼じゃなくてもっと東蒲原郡なんですけど、だからあのこうパッと出るってことは嘘を言ってないってことですよね。
今新潟で魚沼ですかって東カンパで持って出るとか本当は話をしてるんですよ。本当ですよね。普通詰まるじゃん、はい、嘘言ってると。はいはい、親父は新潟なんで、新潟ってコシヒカリじゃないですか。そうです、ね、有名なお米が、はいはい、コシヒカリにしたの。コシこうひねるからコシヒカリにしたの。スライダーを、そしたら新聞がコシヒカリって出した。まっすぐとカーブとコシヒカリ、コシヒカリ3種類でしょ。そうです。途中からですから。コシヒカリは肩痛めてからコシヒカリ投げてるんですから。肩痛める前はコシヒカリないですから。まっすぐとカーブ、カーブだけですもんね、はい、だけったってコントロールがいいから、あのいっぱい投げてるんですよ。まあまあまあ、まあ、もちろんそうなんですよ。プロだから分かるでしょ。分かりますけど、ざくと球種で言ったらまっすぐとカーブじゃないですか。球種で言ったらそうだけどね。まあ、っすぐでもいろいろありますもんね。コースで言ったら何十種類もあるから。まっすぐだって若干こうつけてたじゃないですか。本気の時と早いの時とちょっとこう後ろから見てたから知ってるでしょ、はい、ちょっと軽いやつとそう本気のやつ、バッターによってね。はい、バッターによってね。やっと1球目とか大体足の上げ方で分かるんですよ、本気か本気じゃないか。あれ、いや癖知ってたんじゃないですか。いや後ろから見たら分かるんですよ、こう足の相方で本気のやつか本気でやってるかやってないかね、三振取り行ったかどうか。そうですよね、はあ、ずーっと貯金あるじゃないですか。貯金、いやだから勝ち星が負け星よりも多いじゃないですか。あ、だって2年目以降は2勝1敗でやるようにしてたから、2回勝ったら1回負けるなって言ってやってたから。だって135勝72敗で2勝1敗になってるんですよ。まあそうですね、うん、ありえない。計算通りやった。最後の年なんか13勝5敗、13勝5敗っていうことは8つ貯金があるわけですよ。そうですよ。で辞めたじゃないですか、はい、おかしいですよね。おかしくないです。いやおかしい、13勝してるピッチャー今大変ですよ。だから13じゃないですもん、その来てくれるお客さんにそれを見せられるかどうかだから。チケット買ってもらって劇場と一緒ですよ。この役者が見たいってチケット買って演劇するわけでしょね、だからプロ野球だってこのピッチャーを見たいと思って来なかったらそれは価値はないわけよ。だからもう13勝の時も価値ないのよ。コシヒカリばっかり投げてるんだから。そのうち笹錦みたいに投げたらまずいしね。いいじゃないですかこっちも。いやいやいや、もうそんなのダメ、自分じゃないから。やっぱり三振の笑顔すぐだから、作新の笑顔だから三振の笑顔じゃん。面白くなかったか今の。いや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 、うん、だってじゃああの時何歳ですか。32で辞めましたね。一番すげえなと思ったバッター誰ですか。一番すごい、難しいな。落合さんか山本浩二さんか。落合さん名前出さなきゃ、掛布も出さなきゃいけない。これ大変なのよ出すと。ああ、まあそうですね、まあそうです、出さなきゃいけないですもんね。そうそう、でもその3人はすごかったですよ。一番ホームランを打ってるのは掛布と山本浩さん、14本ずつ打たれてるんですよ。14本ホームランですか。打たれてるの、2人14本。落合さんは後から。落合さんちょっと遅いですよね。途中から、まあボール遅くなってからだから。ちゃんと早く投げたのオールスターだけだから。まあそうですね、うん、あの時も8人三振取って、はい、9人目カーブ投げたとか。そう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 。なんでですか、9人取りいってないですか。10個目狙ってるから。9個は取れますよ、だってツーナッシングだから。でどういうことですか。8人取ってツーナッシングだったら9個目は多いしたんだけど、申し訳ないんだけど取れる。9個だったら取れるじゃん、うん、だってツーナッシングになってるんだから、うん、ストレートでポンポンってツーナッシングになってるから、うん、9個はいつでも取れるのだけど10個目狙うわけ。江那さんが9個やっちゃってるから。10個目狙うってどういうことですか、うん、パスボールして。パスボール、うん、カーブ投げて、うん、もうちょっと低く投げようと思ったんだけど、うん、そしてワンバンして振ったら一塁行くでしょ。あ、キャッチャーともそういう話できてたんですか。いや、できなかったよ、中尾だったから。あ、山倉だったら向かってこんな感じで行くぞって言ったら分かるじゃん。取れるん取らなかったし、そしたらランの中で10個目が取れるじゃん。ああ、なるほど、うん、それを狙ってたから。9じゃ面白くないでしょ、2人目だから。いや面白い。次の新聞の見出しが、絵が2人目になるんだよ、分かる。まあ、2番目嫌なんだ。江那さんについて2人目になる。つまんないじゃん、2人目。面白くないじゃん、夢がないでしょ、うん、夢はパスボールに刺して夢は夜開こうって。9個、いやそれ面白くない。今知らないもん。知らないから。さっきの作新学院のあれみたいな。あ、違うの、面白くないいい分野。両方面白くない。へー、10個狙ってたから。あ、それがちょっとワンバイにならずに高くで当てられた。そうなのよ。だからちょっと外してるから、本当普通振らないんだけどね。振らないんだけど、大志くんほらいいバッターがコンってきたの。
でもあそこで当てに行くのもどうかと思いますよね。いやそれはしょうがない、バッターですからしょうがないでしょ。まあそれはそうですね、うん、それはバッター攻めちゃダメですよ。投げた高く投げちゃった、私がショートバウンドにしようと思ったんだけどちょっと高かったんでね。じゃなんでその時本気出したんですか。あ、いやオールスターしか本気出さないみたいなこと今言われて、肩の調子がその日だけ良かったの。その日だけ良かったの、うん、そんなことないでしょ。あるんだよ嘘みたいな話がずっとね、うちの YouTube 見て時々見てね、あの嘘みたいな話見てますよ。嘘みたいな話いっぱいしてるんだけど全部本当なの。嘘いや嘘だとは思ってないですよ全然。一個も嘘ないの本当に。でも嘘っぽい話が多いのだ、嘘みたいな話ですもん。だって江川さんが言ってること自体が全部、いや本当に嘘っぽいんだけど全部本当なの。掛布さんと大和浩二さん14本ホームラン打たれたじゃないですか、はい、その内訳的にはどっちが多かったですか、まっすぐか変化球か。それ全然覚えてません。覚えてないですか。覚えてないですね。だって大和浩二さんだって前これやったんだけど、バッターボックス入ってくるときに法政の先輩でやったから、ね、はい、こうやって普通はさこうやってやってたらこうやって入ってくるじゃない。浩二さんは違うんだもん、こう投げろって入ってくるの、バッターボックスに。どうですか。いや本当ここに投げろと、うん、ここに投げろ、いやこういうスイングじゃないんですかって言ってもらう、こうじゃないのって、これは投げろっていうことでしょって言うと喋んないけどね、うん、じゃあもうそこ行くとカーってホームラン行くのよ。へえ。で1回だけね11球連続でインハイって投げたの、そしたら空振りしないんで、ボールは打たないしもうファールするんだ全部。で最後レフトスタンドでホームラン打たれたんだけど、11球目に、うん、コントロールもすごかったですよね。そうなのよ、ちゃんとこう外したらちょっと低くないとできるから。浩二さんボールになると打たないねんよ、あここだったら空振りするんだなってとかパッと逃すわけ。だから2スリーになって投げたらフォアボール出せないから、そしたらだからもうカーブ投げたらさもう足すっごい開いちゃってるから、あそうです、ね、もう絶対三振なんだもん、うん、もうしゃがむぐらい三振よ。分かるでしょ。分かります分かります。カーブしゃがんだみたいな、はいはいはい、カーブしゃがむみたいな分かってるんだけど、もうこう来てるからもうそういうしょうがないね、そこ行くしか。でもカーブ投げないんですか。投げませんよ。そういう投げないじゃん、だって先輩に打ってきてるんだから。いやいや先輩ってもやっぱそれがやっぱ昭和の野球ですよね。昭和じゃなくて今でも。いや今は多分カーブ投げますよ今の選手。ダメ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 。いやだから今そういう野球なんですよ。当時はそういうこだわりみたいなのがあったじゃないですか。いやそうです。浩二さんがその全試合やったって話じゃないよ。さっきの、あの常に蹴られたみたいなちょっと勘違いと同じで、勘違いですね。あのそれが、それが大事な時にそのもう点数がある程度空いてて勝負で例えばうちがもう3点勝っててもう8回ぐらいになった時の話だからね、うん、で小林さんがもうここで勝負してミュンって来た時の話だから、うん、毎回そうじゃないですよ。まあそうですね、うん、その時はもうカーブ投げたら三振と分かってたんだけど、あもうあれで来たこの点数だったらいいやっつって行ってみようと。こっちも小林さんにボーンって打たれてボーンって土手パラ当たったのいつですか。あもうよく知ってるんでしょ。もう全部だから調べてない、全部知って覚えてるんですよ僕。見てるんです。話が出たことも後で聞きますけど。ベンチにいた当たった時。いやベンチにはいないですよ僕、まあ、2軍選手ですよ。なんで見てるんの。いやもうもしかしたらまだプロに入ってない時ですね。あれだったら早い段階ですよ結構。ここの話ね、はい、あれは1年目にそうでしょ、投げたらカーンで正面に打球が飛んできたから俺避けたわけ、危ないから、うん、あ避けたのこうやって、そセンター前ヒットになった時に新聞でものすごく叩かれたの、エガが逃げるって書かれたの。あいやそれでカーも頭に来て、蹴らないよ、うん、頭に来て、うん、チクショーって次来たら逃げないで当たってやろうと思ったわけ。取ってやると思わなかったんですか。まあ 取ってやらないのが、うん、まあ、表現としては、まあ、逃げないと当たってやるみたいな感じですよ、うん、それであの何年か経った時にあの広島でよくな消化試合って昔あったじゃん。消化試合ありました、ね、優勝決まったと。今はもうほらあの A クラス B クラス上がってクライマックスとかあるから消化試合ないじゃないですかほとんど。でも当時はもう優勝決まったら消化試合で、はい、でピッチングコーチが堀内さんだったね。で広島はほら移動するのに飛行機で行ったりさ、俺飛行機移動できないから電車で行ったりするとすごいもう消化ゲームだから、うん、でローテーションが私だったわけよ最終戦に、はい、でうん、その試合終わった次の日に東京でゴルフ好きだったからゴルフも組んでたし、ゴルフすごかったですよね。組んでたの、うん、組んでて、で堀内さんに言ったの、堀内さん明日最終戦も消化ゲームだから若手投げさせてやってくださいよって言ったのよ。堀内さんが「あよお前先発決まってるのお前投げろ」って言って「いいんですよもう消化ゲームそういったって」っつったって「いやお前決まってるのか投げろ」っつって、でもう気持ち全然入ってないわけ。お客さんあんま入ってないし、うん、もういい加減で、こうしたの真面目だからクッ
消化ゲームですからって言って真面目だな。真面目だな。これ危ないから、もう入ってきたら、これインコース寄りでなんかうまくったりして危ないから、危ないから外に投げたの、アウトローに、うん。そしたらこうさん踏み込んで、カーンと打ったら、ほらアウトコースだからライト行くと思ってるじゃん。うん、でもすごいからすっごい引っ張ったのよ。そしたらここ飛んできたの。で一回避けてるから、うわっと思って取り行ったらもう遅いのよ。ここ来たのよ。バーンと当たったわけ。このお腹に。お腹。ほで倒れてさ、ほでもうわっつって、でも救急車救急車って言ってんだけど、明日ゴルフだから。乗ったらまずい。それは乗ったらゴルフできないですよ。いや大丈夫です大丈夫ですつって、うん、大丈夫ですつって、ほでこうあのロッカー行ってみたら、このボールのね、あとはマークが C についてたの。いや。これさんまちゃんの番組言ってたのに、本当なんだよそれ絶対。じゃあやってみ、当ててみ、それ C 出るから。それカープの C ですか。うん、カープの C。 絶対違う。本当の話だから、作った今井川さん、作った話じゃないっていうの。さんまちゃんの番組で昔言ったら本当手術だ。これでここ腫れて、ほんで病院行ったら、ちょっと上だったら肋骨骨折よ。まあそうですね。下だったら内臓破裂。ああ。ちょうど間に入って C。 これで次の日東京帰ってゴルフだから、さらし巻いてさ、さらし巻いてゴルフしたの、強いの。痛いからさらし巻いてゴルフやった。本当、全部本当の話。江川さん、ゴルフすごかったですよね。毎日したから。ね、本当に。このシーンも本当なんだよ。縫い目ついてんだよ。いや、シーンは絶対嘘ですよ。間違い、初めて嘘言いましたね。縫い目の跡もついてるの、こうやって。縫い目の跡はつきますよね。デッドボールとかつくでしょ。つきます、つきます。でも、シーンまではつかない。カーブの時、シーンつくよ。いや、それよっぽど食い込まないの、このラインが食い込んでるから、シーツしたの、本当に。うわぁ、でもカープだと思って。いや、痛いけど、その痛い、うカープだという感じだけどね。金地はどうしたんですか。あれ、初先発でしたね。金地は後楽園初先発で、うん、で、なんかもうこう興奮したんだろうね。で、俺あのグラブでこうやって汗をつく、あ、やりますね、癖があるから、はい、そしたらこう、だら当たったら出てきた。で、あ、まずいと思って内緒にしようと思ってやってたの。そしたら吉田さんキャッチャーだったから、はい、吉田さんがここを叩き始めたのよ。こうやって、でそれを要するにやったらみんなわかるからっつったら、もうみんな5万人見てんだからさ、はいはい、さっきの蹴ったじゃないけど、はいはい、ね、ここパンポンやるからさ、みんなに分かっちゃってさ、それで新聞が絵が鼻血って出たの。それから毎試合もなんか興奮すると鼻血が出るってことになったの。興奮すると鼻血は大概出ますよ。いや、でも俺それであの病院に行って、ここ中焼いたの。あの焼いた中を鼻血出ないように、あのそんなことあるんですか。あの熱いなんていうのあるのよ。そんなことできるんですか。できる、あの鼻の耳鼻科行って、焼いた中ジジジって焼いて、鼻血出ないようにしたの。え、それがもう今鼻血出ないんですか。それからこうやって出ない。いや、今日だから思い出に出るかもしれないけど、あとそれから出てない。いや、本当の味だよ、病院行ったのも全部本当だもん。江川さんも後楽園球場じゃないですか。ああ、だからもうカクテル構成、後楽園球場って東京ドームとはちょっと違う雰囲気が僕らはやっぱあって、ああ、なんかこう反射もすごかったじゃないですか、まあ、人工芝の関係かもしれないけど。いや、東京ドームやってないから分かんないよそれ。だから東京ドームができる前に江川さん辞められて、ああ、うん、江川さんが当時のコメントで、東京ドーム見たら俺次の年もやりたくなるから見ないみたいなことを言われてて、はい、覚えてますか。それ言ったと思いますよ。言ったんですよ。あのやる10年目だったから。いや、10年選手って知ってる。だから9年しかやってないですよ。10年選手になるとね、ああ、10年選手すごい得点があるでしょ。え、今ないですよ、10年選手。あります。僕17年ありましたけど。じゃああるんですか、得点。いや、だから、ね、知らなかったらいいですよ。あ、そうなんですか。 あったと思う。得点って10年選手って FA の前でしょ。金田さんとかの時代じゃないですか。あれ14年選手、あの頃は。あの頃は14年やらないと映れなかった。14年選手制度ってのがあった。それで10年選手だから10年やるとすごい年金とかよくなる。まあそうですね、はい、知ってるでしょ。知ってます。これ知らないふりして。いや、でももう今年金ないじゃないですか。なくなったんだけど、はい、もう9年だったから、はい、それもらえなかったの。でも特別に10年してくれたんだよね。あれ言ってなかったっけ。そんなあるんですか。内緒にしてこそ言って知ってなかった。そんなあるんだ。え、いや、でも江川さんがその時新聞のコメントで、俺東京ドームのこう建設中だったじゃないですか、後楽園の横に。あ、それ見てない。東京ドームを見ると俺はやりたくなるから見ないって言って。それホテルかなんかが喋ったやつだ。
インタビューかなんかで。そうですよ、僕見てましたよ。それで言ってた、言ったでしょ、うん、だからなんだ江川さん見ろよってずっと思ってましたよ。いやいや、なんで見ねえんだよ、見りゃいいじゃんって。見たら やりたくない。だからやってほしかったんですよ。でも一回引退って言っちゃったからもう一回できないじゃん。いや、引退って言ってやってる人何人もいますよ。いや、僕はでもできなかった、それ。いや、大物に多いですよ、結構それ。え、小物はないです。 大物の人に限って引退撤回する人多いですよ。本当、はい、僕はもう言ったからできないね。だからあの巨人以外のほらユニフォーム切れないからね、はい、いろいろあったからね。だから巨人以外のユニフォーム着なくて巨人でやればよかったじゃないですか。いや、それはもういろいろ、それでまたこの次にあるんでしょ、次の問題が。それに持ってってるんでしょ、今。何の問題？いろいろあるから、ほら、お互いに。こういうのがずっとここにあるから。ね。もう1時間経ったよ。1時間経ちましたね。江川さんがもう、ずっと喋ってたから。面白かったね。面白かったです。もう江川さんの目が、なんでそんなキラキラしてるのか。だから岡崎さんと話してるからって言ってんじゃん、さっきから。いや、男の人の目で、そんなキラキラしてる目見たの、僕、初めてです。それか、多分、照明の当て方がいいんだと思うよ。いや、プロの当て方してんだと思う。いやいや、本当すごい。良かった今日。いや、本当ありがとうございました。どんな話で来るかなと思ったらさ、はい、本当良かったわ。いろいろ解決して、だからエレベーターの件とか、はい、すね蹴ったとかと思ってるやつは全然違ったっていう。山倉さんだったんですか。山倉もそんなにしてないから。じゃあ僕の思い違いですか。そう、そういうふうにしておいてください。はい、山倉もね、もうある程度年齢になってっから。そう、でも山倉さん、本当僕ね、山倉さんにも会いたいんですよね。最近会えてないんで、うん、そうそう、本当に山倉さんにも可愛がってもらって。いやー、江川さん、これからどうするんですか。どうする、はい、どうするって、できるだけ健康でいきたいなと思ってますよ。いやー、やっぱりもう一回こう帰らないといけないじゃないですか、野球界に。もう一回どっかユニフォーム着なきゃいけない。それも巨人がダメなんですか。あー、どうだろうね、タイミングがあればね。あー、もうだってここの代わりするかもしれないじゃないですか、来年になったら。今年末これ収録してるから、いつ出るか分かんないけど、虎からウサギになるわけだから、はい、うさぎ年生まれとしてはさ、本当は羊なんだけど、はい、気持ち変わるかもしれないからね。本当に分かんないじゃん。いや、気持ちは変わっていいと思いますよ。その時はそう思ったっていいと思いますけど、ね、その時はそう思ったっていいじゃないですか。言ったことを変えないように生きてきたから。いや、もう言ったことなんか変えないと生きていけないでしょ。もう証拠残るからさ、撮ってるから。いやいや、あの時あんたそう言ったでしょなんて言う人いないでしょ。そんな時代じゃないですよ。いっぱい言われてるよ。いっぱい言われてるよ。いやいや、もうそんなもん、本当に、うん、それだけ守っていこうと思ってるわけよ。そんな江川さん、堅苦しいことやめてくださいよ。いやいや、いいじゃないですか。堅苦しい人生なのよ、本当に。まあでも、岡崎さんも体に気をつけてよ。またやるかもしれないじゃない。いや、もう本当にありがたいです、江川さんと、はい、来たら断るかもしれないけど、俺がやってんじゃないから、スタッフが決めてるから、わかんないじゃん。僕ね、うん、断られたことないですよ、まだ。そうだ、でも誰かに断られたことにしとこう。何が？だって第2号は嫌なんでしょ、2番目は嫌なんでしょ、断るの。誰も断れてないんですよって言ったら、あ、俺1番目だから断ろうって言うかもしれない。何言ってるんですか。そんなことするわけないじゃないか。エレベーターで挨拶しなかったら挨拶した方がいいよって言うけど、他のこと言うわけないじゃないですか。だって断るかもしれないって、もう断るかもしれないって。だから気持ち分かんないから、明日からは。まあそうですね、分かんないですね。人間体調が悪かったりすると考え方変えるからね。そうでしょ、うん、変わっていいんですよ。脳がこうやっぱり体調が悪くなると脳が変化をするっていうのがやっぱり人間なんで、うん、みんな変わるんですよ、それ。いや、もうできるだけ変えないようにしてる。いや、でも僕にとってはこの1時間半本当に夢のような空間でした。江川さん、面白かったです。よかった、本当面白かった。まあ面白い人だとは分かってましたけど、何が言ってもエレベーターの件とそのマウンドの件が分かって、それが良かった。僕は本当に僕も良かったです。今度エレベーターパッて誰でもパッと挨拶して感じ。いや、もうそれ以外は全員挨拶して。誰でもいいから一応やっておけば間違いない。誰でもいいから知らない人分かんないけどやっとかないと誰だか分かんない。エレベーターパンってやって江川さんが前にいたらどいてごらん。僕ほとんど何回ですかってやるよ、大体。まあそうですよね。さっき言われた、江川さん、何回ですかって言ってこうやってやろうと思ったら、びっくりしたと思いますよ。さっきの人、江川さんに何回ですか。5回押したら2回で降りられたか、その方2回プフッて降りられました。プフッて、あ、何おかしいのかなと思って、何回ですかって。じゃあ江川さんだと思ったんですよ、多分。回数聞、女性の方だったんで回数聞いちゃったからかなと思って。あ、いくつですかって聞いたんじゃないですか。いくつ、何回ですかって聞いた。2回、だから僕5回だったら多分5回があると思います。面白くないところで終わった方がいいと思います。ありがとうございました。はい、誤解があったんです。